はい、着きました。ここですね、ル・シダネル庭園。ちょっと行ってみましょうか。うわすごい綺麗、見てくださいよ、すごい。はい、ここは20世紀初頭に活躍したフランス人画家ル・シダネルの自宅を改装した庭園。園内には色鮮やかなバラが所狭しと植えられている。そしてこの庭園一番のおすすめポイントが、ここが最高のスポットです。見てください、おーかわいい、ちょっとかわいすぎ、おテンション上がった、うん、あーちょっとなんか鳥肌、かわいい、うわめっちゃかわいい、見てください、このアーチ、もうなんかわーいみたいな、かわいくないですか、これも、すごい風景。100年以上前に建てられた古きフランス家屋の中に一面真っ赤なバラが咲き誇る赤の庭。初夏のこの時期には500本ものバラが咲き誇り、360度映える写真が撮り放題。バラの季節ですね。待ってください、すごい、これもアーチのバラ最高、うわかわいい、わすごいここね、あここもりもり満開です、綺麗綺麗、本当に綺麗、素敵、ちょっとここからいいですよ、ここからあの小屋の方に、すごいいいでしょ、これはすごいです ね上がる上がるね、本当にマニフィック、トレベル、ウィー、いいですよ、すごい可愛い、いよいよ、そうそう、ね、木戸さん、いよいよ、大人の人、素敵素敵、木戸さん、木戸カレンダー、なんじゃらでもない、控えめな木戸さんもついモデル顔になっちゃう知られざる絶景庭園、木戸カレンダー、この庭園のバラはジェルブロアがバラの村になるきっかけとなったバラなの。画家シダネルは1901年ここジェルブロア村に移住。